皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさ、帰宅しました。今日もね、一日いろいろあったんだけど、まあ割と楽しくね、過ごせたのでよかったかなと思います。ちょっとね、帰り道にね、<laughs> ちょっと面白いことがあって。<laughs> あ、これはちょっと短く話せるのかなんだな話すのか。俺の話ってさ、なんかさ、思いがけず、長話になるんだよね。10分ぐらいかかるかもしれないから。もしかしら。 いや、二三分でまとめられればいいんだけどな。なんかさ、このトーク動画を撮る前にさ、なんだろう、うメモとかにしてさ、話す内容をまとめてさ、喋ったらさ、いいのかねと思うんだけど、関係ない話までするからね。まあ、それも、なんか、癖というか、個性というか、昔からね。まあ、簡潔にまとめると、面白い人と、あの、夜道に出会いました。で、 まあ、お互いね、ちょっと変わったところがあったので、まあ、俺も変人、相手も変人なんで、変人同士話が始めました。おしまい、みたいな感じだわね。今まで多分何も伝わらなかったと思うんだけど、まあ、うかくんがね、夜道で変人に会いましたっていう話です。うん。まあ、この話に関してはちょっと後日、話したら話すと思います。まあ、世の中ってのはね、割と面白い人がいるもんですね。まあ、俺が言うのもなんだけどね。<laughs> お前が言うなよって感じなんだけど。で、 つい最近ちょっとね、あの、いろいろ問題が多発して、まあね、一段差ってまた五段ぐらいの感じだったんだけど、多分今週中に落ち着くのかな金曜日ぐらいに落ち着くのかなと思います。ただね、落ち着くのかなと思っても、落ち着いてまた一件増えたりとかするから、ち、え、ょっと終わりが見えないですね。まあまた落ち着いたらね、ちょっとゆっくり話したらいいなと思います。まあそれでもね、このトーク動画とかもシキング動画にね、なんか、 見て感想をくれる人とかね。あ、まともな方ね。まともな感想をくれる人とかいるんで、あ、ちゃんと出してる意味があるんだなと思ってさ。今日は、なんか、こういう話で面白かったとか。まあ、いつもいろいろ言ってるからさ、大した話はしてないんだけど。あと、ミスキング動画の方にもさ、毎回同じようなカードをドローしてるけど、その時の、 なんだ気分だったりとか、ドローンの仕方とか、角度だったりとか、違うよねとかまあそうだね、毎回、あの、ちゃんと取り直してるからね、と思って。まあ、本当はさ、全種類のカードをさ、いずれね、集めて、集めてっていうか、あるのよ、カード自体は。カード自体はあるのに、あの、なんていうのかなそれをさ、まとめる時間がないんだよね。いずれ、俺のさ、 虫キングカードをさ、全部紹介するっていう動画を出したら、面白いことになるんじゃないかなとって。1時間ぐらいかかりそうだけど。うん。10分のやつを6回に分けるか虫、うんまあ、キングのことに関してね、語り出したりとかね、紹介しとかしたらね、多分、1時間とか2時間じゃ止まらないと思うんだよね。仮に俺はね、虫キングのゲームを実況とかしたら、多分、3時間ぐらいかかるんじゃないかな。わかんないけど。<laughs> まあ、それはね、まあ別の、 時に話しますちょっと最近ねまあ多忙だから無理せずにねちゃんと睡眠もとってます岡くんといえば寝ない人っていうイメージがあるけどまあ、仮眠をね3回に分けたりとかまあちょっとね休めるときに、まあ、車とかでね寝てるんでまあ、多分大丈夫ですまあね色々あるけど楽しく過ごしたらいいんですいいんですね。それでは今日もありがとうまた明日もよろしく